堀詰停留場は、高知県高知市本町一丁目にある土佐電、交通委野線の路面電車停留場である。堀詰停留場が開業したのは1904年5月。土佐で交通の前身である、土佐電気鉄道の創業より存在する停留場である。創業当時の路線は、本町線と塩江線の二路線で、当停留場は本町線の起点であった。 開業の2年後には、塩江線の梅の辻から堀詰めまでの区間が開通し、塩江線は桟橋線に改称、東低流場は本町線と桟橋線が接続する停流場となった。当時の桟橋線は堀詰め停流上から南へ伸び、鏡川の土手に突き当たると進路を東に変えて、塩江橋の北詰めに向かい、そこから鏡川を渡って、 梅の辻停留場へと至る経路をとっていた。その後1907年には、堀詰めから、針間や橋を経て、下地に至る路線が開通、東停流場は三方向の路線が集結するターミナルとなった。しかし1928年に、三橋線の高知駅前針間や橋、針間や橋塩江京北詰めの間が、相次いで開業すると、針間や橋停留場に四方向の路線が、 集結することになり、東停流場に代わって新たなターミナルとなった。一方、ハリマや橋塩江峡北詰の間の開通によりそれまで、堀詰めから塩江峡北詰までを結んでいた桟橋線の線路は廃止され、東停流場は伊ノ線内の一停流場となった。堀詰め停留場は伊ノ線の平洋軌道区間にあり、道路上にホームが設けられている。ホームは二面あり、 東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように向かい合って配置されている。線路の北側に針間や橋方面域のホーム、南に井野方面域のホームがある。井野線の軌道は国道32号線上を走っており、国道沿いには都市機能の多くが集まる。東停流場からグランド通り停留場までは本町といい高知市の中心街である。 堀詰の地名は現在はないが、堀川がこの近辺で屈折しており、かつて船により高知城へ接近する際は、船で入ることが可能な場所が東底流城近くにある高知市中央公園の付近であったとされる。そのためこの周辺は古くは交通の要所であったが、後に、張間や橋近辺へ移った。なお、中央公園は、よさこい祭りの演舞場の一つであるほか、 立志社との石踏みがある。ABCDEFG、土佐電鉄が走る。待ち込ん弱28から29ページ。ABC 川島形像、四国、九州ライン全線、全駅、全配線第2巻四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、41.92ページ。 ISBN 978から4から06から295161から6。AB 川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、280から282ページ。ISBN 978から4から794216151。土砂電鉄が走る、ジャック弱54ページ。ABCDEF。 土佐電鉄が走る町九尺98.156から158ページ ABC 真王圭介日本鉄道旅行地図帳11中国四国新庁舎2009年59から61ページ ISBN 978から4から10から79万29から6上野広と土佐電交通再出発便利な市民の足に高知で 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞。ありがとうございます。